プロダクトデザインと 3DCAD 第10回授業の、えー、始めたいと思います。はい、今日はです、ね、いよいよ、えー、ソリッドワークスの機能8個目、えー、最終回になります、えー。サーフェスという機能をやっていきます。はい、で今日のポイント、サーフェスなんですけども、サーフェスというのはですね、 厚みがゼロの面を作る機能のことをを指しますで厚みがゼロの面を作るということ以外はですね、基本的には今までの作り方と一緒なんですね。えー、今までと同じように、えー、面をえ使ってロフトをつ、えー、行うロフトサーフェス、えー、面とスイープパスを使うスイープ,イープサーフェス、あと平面を作る平面サーフェス、えー、サーフェスの間を埋めるフィルサーフェス。 今日はメインでこの4つやっていきます。まあ、あと回転サーフェスなんてのも出てきますけどね、はい。この4つの機能を押さえておいてもらえればと思いますで。ポイントは厚みがゼロの面を作る機能だよということです。でこれはですね、形状、異常性の高いですね形状を作るときに使う機能ですよと。 いいうことを覚えておいておくださいでさらに今日はですね一番最後に厚みをつけるということもやりたいと思いますサーフェスそれだけだと厚みがゼロなので立体としては、えー、ありえないものなんですけどもそれに厚みをつけてあげる、えー、で実際の立体に、えー、するというところまでやりたいと思います、えー、そしてですね今日このサーフェス作るのにですね、まあ、このスケッチを開くんですけども このスケッチのパスがわからないよという事態に陥った人はですね、ここの下に書いておいたので、ここ、はい、えー、クリックしてもらえると開けるかと思います。えー、ただし、ここ、ソリッドワークス2024のを書いておきあります。なので、えー、何らかの都合でですね、えー、ソリッドワークスが古いよと、2014だよという人はですね、えー、こちらの下の方のリンク、こちらの方から、えー このスケッチ開いてもらえればと思います。はい、えー、今日の注意点は以上です。ということで、えー、チュートリアルに従って課題をやってですね、今日この2枚の画像を提出してもらいます。えー、全体の形がわかる画像1枚。えー、もう1枚は、えー、この、えー、底面、底面から見たですね、この立体でサーフェスに厚みがついてるよというのがわかる画像1枚。 計2枚の画像を提出してくださいはい、えー、注意、えー、は以上になりますそれでは今日も一緒にソリッドワークスの方でやっていきたいと思いますおっとちょっとこれ、えー、もう一回チュートリアルをまあいいか戻りますかはいえー、っと戻って ここですねサーフェスの概要。はい、今日、このノズル作りたいと思います。え水が出てくるノズルえ、これ作りたいと思います。では、やっていきましょう。はい、まず、このファイル開いてほしいんですね。このファイル開くの、ここをクリックしてという、ここをクリックすれば開けるはずですで。もし開けない人いたらですね、先ほど私が 資料の方に書いてあったパスあちらを利用してください、はい、でこのスケッチをもとにサーフェス作っていきたいと思います一番最初作るのはですねここの下の部分ですね、えー、ロフトサーフェス使っていきたいと思います あまあ、一番最初にですね、これ、あの指定保存で名前を付けて保存をしておくといいですね。これ、そのまま保存すると、えっ、ー、と、何でしたっけ、えー、上書きしてしまうので、えー、どこか好きなところに保存しておいてもらえるといいかと思います。はい、私、デスクトップのいつも保存しているところに保存します。では、これで作っていきましょう。 えーっと一番最初、ロフトサーフェスですね。サーフェスのロフトサーフェス、これを選んでください。もしここにサーフェスって出てなかったらですね、ここのタブのところで右クリックしてタブ、ここのサーフェスにチェック入れてもらえるとサーフェスが出るはずです。今日はサーフェス、モールドツール、メッシュ分割されたモ,、えー、モデル、この3つは使いますね。えー、ちょっと後で 説明するようにちょっと1回消しておきましょう。はい、サーフェスタブサーフェスタブのロフトサーフェスこれを使います。はい、これで輪郭指定します。はい、えー、この丸い輪郭2つを指定してあげてください。そうすると輪郭のところにこうやって出てきます。で、えー、今輪郭2つをつなぐようにですね、ロフトも出てきますよね。で、これで。えー 大体 OK なんですけども、まだこれから細かい設定あります。高速ですね、高速の開始と終了、ここタブ隠されているので、ここ三角マークをして、えと開いてあげてください。で、高速の開始、えー、輪郭に垂直ですね、はい、これ指定してください。で、長さは0.5です。で、高速の終了も同じように指定してあげてください。これですね あちょっと後で説明しましょうか。高速の終了も輪郭に垂直で、長さを0.5と指定してあげるとえ。そうするとですね、これ、はいえー、輪郭に垂直になるように、えちょっとこれ、えー、これがあるとなしでですね、丸みがのつき方が変わるというのが分かると思うんですね。ちょっともう一回なしにしてみ見るので、このロフトがどう変わるか見てみてください。なしにすると、こうなりますよと。 はいえー、輪郭に垂直で流さ0.5を出してあげるとちょっとこれ膨らみましたね、はい、こういった差が出てきますでこれ、えー、と両方、えー、とこう両方とも内側を向いてると、えー、そこを確認してくださいこの方向もですね方向によってもこの形、えー、末広がりになるかこう丸く収まってくるかっていうのが変わってくるので、はいえー、内側ですね立体のあロフトのでできる 立体側を向いているとはいこれ確認してもらったら OK 押してあげてくださいはいここで下の部分できました、まあ、やり方の設定としては基本的には、えー、フィーチャーのロフトの時と変わらないかと思いますでは次にですねスイープサーフェイスいきましょうこの、えー、ハンドルグリップの部分作ります はい、サーフェスタブのスイップサーフェス、これ選択してください。そうすると、えー、輪郭とパス指定する部分になりますね。まず輪郭あ、えーと、ここ、輪郭とパス、スケッチ輪郭が選択されていることを確認してから、この輪郭の方、この丸、ハンドルグリップの底の部分を選んであげてください。そうすると自然にこちら、えー、パスの方に移ります。ピンクの方に移るので、 えー、パスにはですねスケッチ4、これですねこの線これを開いてあげると指定してあげるとこういうふうにまっすぐ伸びるスイープサーフェスができます。でこれ今回ですねガイドカーブという機能を使いましょうガイドカーブ、ここ開きましょう開くとはいここを選択する画面になっているのでこのガイドカーブにこの波々線スケッチ5を選択します。 そうすると、このガイドカーブに沿って、スイープを広げてくれるんですね。で、これ、やったら、スイープ面のマージ、ここにチェックが入っていることを確認してください。ここにチェックが入っていることを確認してください。えさらに、これで終わりではありません。オプション開きます。オプション開いて、性接保,保持面、ここもチェック入れてください。 これ入れとかないと後で結構痛い目を見ます。はい。あ、すみません。えっ、ー、と、チェック入れるんじゃない。チェックがデフォルトで入ってると思うので、このチェックを外してあげてください。ここチェック外します。ここ、しっかりチェック外しておくように。これチェック外すとですね、ここに黄色い線が出てくるのが分かるかと思うんですね。これチェック入ってる状態だと、あの、 スムーズに繋がってるんですけどもこれをチェック外してあげるとここに、えー、線が入ってきますこの線は後で使うのでここの整節面の保持チェック外すこれ重要なので忘れないでくださいはいここまでできたらですねはい OK とするとグリップの部分できましたじゃあ次ノズルの先出口の部分使いましょうあすいません作りましょうこれもですね えー、スイープサーフェス使います同じくスイープサーフェスはいクリックでパスはこの丸いところでえー、あすいません、えー、輪郭が、ま、あすみません輪郭が丸いところでパスは、えー、スケッチ8ですねこちら上の方こちらを選択しますでこれだと単なるまっすぐな線なので今回もガイドカーブ使いましょう ガイドカーブにこの下に広がる部分これを指定してあげるとここに沿って広がるようにこんな形に変わってきますこれガイドカーブの機能ですはいでスムーズ面のマージここにチェック入っていることを確認したらですねはい OK をしてあげるとはいノズルの部分ができました はい、だんだんん形できてきてました、ね、じゃあ次にここつなげていくんですけどもつなげる前にですねこのパーツこの2つのパーツですね分割するということをやります分割ラインで、えー、分割するということをやります分割ラインここ真ん中に書いてある長方形なんですけどもこれを使ってこのパーツ2つぶった切っていきましょう。でぶった切った線を使ってですねうまくつないでいくので。 はい、分割ラインなんですけどもはい、これ、えー、モールドツールのこの分割ラインこれをクリックしますでこれデフォルトで確か出てなかったと思うんですねこの、えっ、ー、と、分からなければこれバズンとクリックすればいきなり出てきますもしくはこのタブのところに合わせてですね右クリックするとへいこのタブっていうのが入ってるんでこれでモールドツール これチェック入れてあげてください。そうすると、モールドツールバー出てきます。その中に、分割ラインというのが入っています。まあ、ここ、クリックして出してくれればいいんですけどね、あのこういった出し方っていうのもですね、あの、えー、このテクニック編の最終回が近づいてきたので、えー、紹介していきます。じゃあ、はい、分割ライン。これで出てくると。はい、分割ライン。これ出てきたらですね、えー、これ、えー 分割タイプが投影真ん中の投影になっていることこれを確認してくださいで次投影するスケッチこのピンクのところがアクティブになっていると思うんですけどもこのスケッチにはこの真ん中の長方形スケッチ10を選択してあげましょうスケッチ10と出たかと思いますそしてアクティブなのがこちらの下分割面に移ります分割する面はですねまずこのノズルからいきましょうか ノズルの口のところから、ここをどっか適当に、はい、クリックしてあげてください。全部選択されます。はい、これで、えー、分割できるようになりました。これ ＯＫ を押すと分割されてですね、ちょっと拡大しますね。こう分割ラインが入っています、えー。パーティングラインがこう入ったかと思います。こうなったら分割 ＯＫ です。じゃあ同じようにですね、ベースの方も分割していきましょう。 はい、えー、分割ラインクリック、えー、投影になっていることをチェックして選択アイテム、このスケッチ10選択しましょう。で今度、えーえーえー、分割するものの方は、下のサーフェスロフト、これを選択してください。はい、これで OK を押すとはい分あの、分割されましたで。これ使ってですね、えー えとこ,これをつな、えー、げてですねロフトをまた作っていきたいと思います次この背中の部分つなげてあげましょうこれサーフ、えー、ロフトサーフェスを使いますサーフェスのロフトこれを選択しはいクリックしてくださいでこれでですね先ほどと同じような手順で、はい、輪郭2つ指定してほしいんですけども まずグリップの方のこの背中の部分ですね。今背中の部分だけオレンジに変わってるの分かるかと思います。はい、ここをクリック。はい、今エッジ1って出てきましたね。はい、あとノズルの方、ノズルの方も全体ではなくて、この分割した部分、えー、ここだけオレンジに変わってるの分かるかと思います。はい、この線だけオレンジに変わったらですね、あうまくいかない。はい。ちょっとクリック拡大しましょう。 はい、ここの部分だけオレンジに変わってるの確認したらはいクリックで今エッジ2つ指定されましたはいそこに橋を渡すようにこのようにですねロフトサーフェスかかったかと思いますはいここまでできたらですねまだ OK ではなくてこれからオプション指定していきましょうその前に今これまっすぐ橋がかかってますねこれ確認してくださいこれですね視点間違っちゃうと出てこないんですね 出てこないとかねじれてるとかってあるとねじれてるときにはですねここが平行になってないんですね先週もちょっとそういうのロフトのときにありましたよねこれきちんと平行な位置になるように平行な位置になるように指定されてるということを確認してくださいでこれ出てきたらですねここを確認したらですね高速開始終了ここに条件を入れましょうはい今回はですね 面に整設、こいつ使います、はい。長さこのままで OK です。え高速終了の方も面に整設、指定してあげてください。これ、こうするとですね、面に接するように、このロフトが引かれるので、こう滑らかになるわけですね。えー、ちょっとな片方なしにしましょうか。これ今なし、まっすぐ入ってきますよね。これ面に整設を入れると、はい、ここ。 曲がってるように入る。えー、滑らかに入るようになりましたね。はい。これ、面の整節のオプションです。で、これ、指定したら OK を押してください。これで、ノズルとグリップつながりました。じゃあ次、ここ、ベースとグリップつなげましょう。やり方一緒です。ロフトサーフェスで、あ今、なんかサーフェスボディ一番上、ここ、選択されちゃってるので、 これ消しましょうデリートボタンを押しますはい消しましたじゃあこれまた同じくエッジエッジだけオレンジになってるよっていうのを確認したらクリックベースの方もこの分割したエッジの部分ここだけオレンジに変わってるよというのを確認したらクリックしてくださいまっすぐ端がかかりますまっすぐを滑ら,滑らかにしたいので,で、えー、高速指定します面に整節でしたね これ両方とも目にでまあなんとなく滑らかに端がかかったんですけども今回はですねもっとこのちょっとこれを一回伸ばしますかあ出てこないこうくにょっとなってるように指定したいんですね、えー、この曲率指定しますこれ片方7片方3で指定してあげてください。 で、このグリップ側の方がより急に回るように曲がるように指定しますでこれですね私今指定した順番を忘れてしまったのでどっちが3でどっちが7かあこれ逆でしたね忘れてしまいましたこれエッジを指定する順番によってですね形が変わるので私はこれ開始の方7、えー、終了の方3 で指定するとこの形になりますグリップ側がが急に曲がる形形ににななりますでこの形になるようにこの7と3を指定してあげてください。人によってはここが逆になる可能性もあります。はい、でこの形になってるよと確認したらですねもう1個オプションオプション整節面保持こいつに今回はチェックが入ってるチェック が入ってることを確認して OK 押すと、はい、このグリップ部分できましたこんな形になってれば OK ですじゃちょっとマウスジェスチャーが見えるようにはい戻します、はい、じゃあえ次正面はい今これ左右キーで動かしてます、はい、正面をですね正面というかここですね ここをつないであげましょう。最後残ったところ。ここをつなぐと一周します。はい。これもロフトサーフェスですね。で、輪郭、同じように、このえ、えー、エッジの部分え、分割したエッジだけが選択できたなというふうに変わ、オレンジに変わったらクリック。上の部分も同じ。ここのえ、えー、分割したエッジの部分だけが選択できたなと確認できたらクリック。 ではい、このようになりますで。もちろんこれも滑らかになるように性接、えー、面の保持、えー、高速の回数終了を、えー、面に性接ですね面に性接これを入れてあげますでさらにオプションオプションに性接面の保持これが入っていることこれを確認して OK を押してください これで、えー、一通りぐるっと一周できましたまだまここが空欄なんですけどねじゃあここまでできたらですね、えー、この部品全部、えー、一体化させます一体化させるものをですね編み合わせと言いますはいサーフェスタブのですねこう 真ん中から左の方に行くあ右の方に行くとこのサーフェス編み合わせという機能がありますこれを使いますこれクリックしてあげてくださいはいこれクリックするとですね選択した部品を一つ選択したサーフェスを一つのサーフェスとして扱うことができますでこれ全部選んであげたいので、えー、このフィーチャーマネージャーツリーツリーの方からはいサーフェスボディ こういったボックスがあるのでこういったフォルダーがあるのでこいつ開いてあげましょうでこれ全部選びたいので上から順に全部はい選択してってあげるとあはい選択してってあげますはい今これ全部選択されました画面の方を見るとですねすべてこう水色に変わって選択されてるということが確認できるかと思います 全部選択 OK だなと確認したら、はい、この OK マークを押すと。こうす、そうすると、はい、今、サーフェスボディの中のサーフェス、さっき、えー、数あったのが、一つのサーフェス編み合わせというものになりました。はい。これ確認してください。あのー、外見は変わんないんですよね。外見は変わりません。 ここまでできたら次行きたいと思います。えー、この開いてる領域を閉じるということをやります。えー、っとですね、表示を背面、背面にしましょう。で、ここの開いてるところを片側塞ぐということをやっていきたいと思います。 はい、まず、えー、エッジこの開いてるところのエッジどっか一箇所をです、ね、マウスカーソル合わせて右クリックしてループ選択あ、えー、開いたループを選択こちらにしましょう開いたループを選択としますそうするとこれ開いてるところ今ぐるっと一周選択してくれたんですね選択してくれましたはいこれ選択できたらですね ここを埋めるフィルサーフェスを使っていきたいと思います。サーフェスのフィルサーフェス。これをクリックしてあげてください。こうすると、ここ今、埋めてくれまし、えっ、ー、と、埋めてくれました。ちょっとですね、えー、状況わかんないかもしれないので、ここでちょっと、えぇ、ー、角。いや、こっち側からの方がいいな。えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。えー 当角を横に回してああんまり良くなかったこんな感じにしましょうかこういう風に埋まってるの分かるでしょうかここをこう綺麗に埋めてくれたんですね埋めてくれましたでこれあのー、何にも出てこないよって人はですねあのこのパッチリ領域今ここ選択されてる下の、えー、プレビュー表示これ入れてあげるといいかと思いますさらにですね えー、あとででいいかうん、はいえー、とりあえず、えー、こうしとくのがいいかと思いますではいエッジの設定でですねこれ今接触っていうふうになってるかもしれないんですけどもここ変更しますこれ曲率えっ、ー、と整節に変更してくださいここ多分デフォルトで接触ってなってると思うんですけども ここ極立コントロールを整節に、えー、変更してください。まあ、こういうふうに変わります。あの細かったのが整節にすると、えー、各面にですね接するように入っていくので滑らかに膨らんだ感じで入ってきます。でさらにですね、このカーブに高速を入れるんですね。ここの左右にある点、ここを通るように入れてあげたいと。この点を通るように入れてあげたいです。これ横からだととでですねちょっと難しいので ちょっと回すといいかと思います。これ、回すの、えー、回すホイールを押しながらこうドラッグしてるわけですね。はい。で、このカーブ高速、あおそらくデフォルト、多分ここ閉じてるんだな、カーブ高速のところをですね、開いて、ここ、クリックして、ここアクティブにしてですね、この点、この点を選択してあげてください。プルポイント一応 選択すると、はい、そこにを通るようにこのフィルが作られます。ここまでできたらですね、はい、えー、オプション、オプションは境界の修正、そして極力表示ですね、はい、ここは、えー、皆さんもしこのメッシュプレビューにチェックが入っていたら、これ抜いてあげましょう。 こう黒い線でメッシュが出ていたらですね。これ。切ってあげるといいかと思います。はい。で、これでオッケーですかね。はい、あとは、あ、ここもそっか。え、正にした後に、すべてのエッジに適用。ここにもチェック入ってるかどうか、これも確認しておいてください。ではい、ここまででき確認できたら。オッケー。とすると、はい、こう。 さっきの点を通るようにこう滑らかに作ら、えー、フィルが作られますじゃあこれこっち側も同じようにやってあげてください反対側も同じようにやると、はい、どっかエッジ1個選択して右クリック開いた性質をあすみませんえーえー、開いたループを選択はいとするとこうぐるっと一周選択されます選択されたらフィルサーフェスですね フィールサーフェスをするとえそうするとこう自然に作られてあなんかすげーで,でっぷり作ってこられたねはい、えー、まあ気にしないと、えー、設定を修正しましょうはい、これ極率に変えますはい、でっぷりお腹が引っ込みましたはい、極率に変えてすべての位置に適用サーフェ ここチェック入ってるのを確認したらですね次カーブ高速ですねカーブ高速指定しますクリックしてはいここの点プルポイント2こいつを指定してあげればはいここを通るようにフィルが収まるとで境界の修正入れてあげるとでまあここメッシュプレビューはさっき切ってあげてればもう切れてると思いますでここまでできたらチェック入れると,ということでこれで はい、このような形になったかと思います。はいまあ、これえっとシフトを押しながら横押しても同じことができますね。はいはい、ということで、えー、ノズルの大体の形見えてきましたね。はい、じゃこれフィルサーフェスを全部作っていきましょう。あフィルサーフェス作ってですね 次平坦んなサーフェス入れていきましょう。実はこれまだ穴が開いてるんですよね。このノズルの先とグリップの底、ここは塞いであげましょう。ということで、これ平坦んなサーフェス使います。平坦んなサーフェス、サーフェスツールバーの平坦んなサーフェス、こいつを選んであげてください。はい、クリック。で、やはりこれ境界指定するんですけど、これエッジ1個、こう指定してもですね、 あのまだ埋まらないのでこれ4つ指定してあげてくださいはいそうするとここ埋まるんですねここに面が1つできるのでこれで OK してあげるとはいここに蓋ができました同じようにここの底も グリップの底もやっててあげてください、まあ、こちらはですね、えー、開いたループ開いたループを選択、はい、こうやって選択してあげていいかと思いますこれで一気に選択できたので、えー、平たんなループで4つ選択されていることを確認したら OK とするとはい蓋ができましたこれでノズルの上の部分完成します ここまでできたらですねまたこれサーフェス編み合わせして1個のサーフェスにしといてあげましょうあちょっと今早かったかなちょっと一回バッテンしましょうはいサーフェスのサーフェス編み合わせこちらからこちらをクリックしてこの、えー、ツリーの中のですねサーフェスを全部 A A って選択していってあげてくださいはい今5つ全部選択されましたね これ選択されたら OK 押すと、はい、またここサーフェス編み合わせ2という一つのサーフェスになりましたはいこれでノズルの上の部分できましたじゃあこれからですねノズルの下部分作っていきたいと思います、はい、まず回転サーフェスですね 回転サーフェスを使いたいと思います。この線、この線を使って、えー、作っていきましょう、はい。回転サーフェス選択します。で、スケッチ、この線を選択してあげましょう。そうすると、もうこれ回転軸自動で、えー、選択されてですね、えー、この形出てくるかと思いますえ。出てこなかったらですね、このスケッチ、あえー、とこのっとこの えー、スケッチ13ですねこいつを選択してあげてくださいでこれ、えー、ブラインドで角度360度これになってることをですね確認したらオッケーを押してもらうとはい筒ができます次にこの筒をですね移動しましょうこれちょっと下にずらしたいです移動、えー、やります移動はですねこれここに出てないんですけどえー タブのですねメッシュ分割されたモデルこいつを使うんですねこのタブを開いてあげるとそうするとその中にボディの移動コピーというのが入っていますえこれですねあの2020から何か場所が変わったらしくてちょっとチュートリアルの説明と違うんですけどメッシュ分割されたえモデルここを選んであげてください、まあ、こっちクリックしてあげればこういうふうに出てき ここまで自動で出してくれるので、分かんなければクリックしてあげればいいかと思います。はい。では、これで移動していきましょう。はい。えー、何もやってない状態だったら、この今作った筒、えー、サーフェス回転が選択されてるかと思います。もしこれ選択されてないよって人がいたらですね、まあ、こいつを選択してあげてください。ここ、ここのですね、えー、移動をコピーするソリッドとサーフェスっていうところに、 この回転1が出てきますでこれ出てきたら次コピーこいつを外してあげてください。はい今回はコピーじゃないです移動です。えコピーする時にはこれここにチェックを入れると。で何個コピーするかって数をあの指定するんですけども今回はコピーしないです移動です。なので、えー、チェックを外すと。で移動のこのデルタ Y ですね。 y 方向にマイナス6.35ミ、mm、リこれだけ移動します。はい、今ちょっとこう移動しているプレビューが出ているかと思います。はい、ここまで確認したら ok を押してあげてください。そうすると、この、えー、サーフェスがはい、下にずれます。はい、これで移動ができました。で移動したらですね。ここのちょっとはみ出て重なってはみ出ている部分、これを切り取るということをやりたいと思います。 サーフェストリムというものを使います。サーフェスタブのはいトリムサーフェスあ、トリムサーフェスでしたね。はい、トリムサーフェス、こいつをクリックしてあげてください。これで、えー、トリムモードになりますで。今日トリムですね、2種類使います。標準と総合、この2種類使うんですけども、今回はトリムタイプ、総合でいきましょう。あののここれえー、とこの後 標準も使うのでここ必ずチェックしてくださいここチェックしないで違うモードのままやってるとあれできないできないっていうふうにこうなるので、はい、今回トリムタイプ総合でいき,いきますはいじゃあこれを総合、えー、の方確認したらですねトリムするあ、えー、とまずサーフェス選択しますえっ、ー、と このサーフェスですね、これ、はいえー、この作ったサーフェス両方選択してあげてください。今ちょっとこれ2個入っちゃってるので1個消しましょう、はい。サーフェス編み合わせと今作った、えー、ボディ移動コピー、あ、ボディ移はい、こいつが、あのー、選択されてることを確認してください。で今日、えー、とこの今回使うのはですね、選択削除の方、こっちを使いましょう。こっちを チェック入れたら、はい選択あえー、と削除する部分を指定していきます。はい、えー、あとごめんなさい,、はい、こっちだ。はい、はい、今これあの、削除する部分、下のほうですね。 こちらをアクティブになったことを確認して選択します。このマウスカーソルを合わせると色変わるので、はい、この今色変わったところ、ここがいらない部分です。はい、ここは消す。はい、そうするとこれ、あのプレビューの方で消えてるのがもう見えてるかと思います。あと、この下のはみ出てるスカートになってる部分、ここも消します。なのでクリック。はい、そうするとここすっきりしますね。こちらに、えー、ボディードトリム、ボディードコピー1トリム1と。 サーフェス編み合わせ2トリム0とこう2つ出てきてるのがわかるかと思いますはい相で選択削除だとこの操作ができるとであこのすっきりした形これを確認したら「OK」を押してあげてくださいはいケー、OK。これではいいらない部分消えました 次にですね、ここの下にちょっと、えー、切り欠きを入れてあげたいんですね。その作業をしてい,くいきます。そのためにですね、えー、切り欠きを作るための道具みたいなものを作っていきたいと思います。えー、スケッチ14を選択してください。こいつなんですね。こいつ選択すると、はい、あのこっちのバーの方に出てきて,ているかと思います、はい。バーにスケッチ14、これを選択して、 えー、押し出しサーフェスこれを選択しますで押し出しサーフェスなんですけどもこれも今までと少し違う、えー、やり方をしましょうあ、えー、と紹介しますこれ方向ブランドインドいつも使ってるんですけども今回中間平面こいつを使いましょう、えー、選択したスケッチから左右にぶち抜くモードですこれでですね 1 4 0ミリ1 4 0ミリ指定してあげてくださいそうするとボコッとこう出てくるかと思いますはいこれ指定したらこれ OK と押すとはいこうやってボコッと出てくるわけですねこのボコッと出てきたのに沿ってトリムをまたあ、えー、っとけかけていきたいと思いますその前にですねこれ、えー、これ今前後削ってますけどもこれ左右も同じように削りたいんですね なのでこいつを90度回転させてコピーしてあげましょうはい、えー、サーフェスのコピー使いたいと思いますえー、っとメッシュ分割されたモデルですねここの中のボディの移動コピーはいこいつで移動コピーするボディとして今作ったこのサーフェス押し出しを選択してあげます 今回はコピーにチェック入れてください。そしてインスタンス数、コピー数は1です。にします。で、えーかいえー、っと回転、ここを開いてですね、回転軸を指定します。回転軸なんですけど、今、えー、適当な回転軸表示されてないんですね。えー、さっき使ったスケッチ13のですね回転軸使いたいと思います。 えどこから開こうかな、えー、ヒストリーから開きましょうヒストリーを開くとですね、えー、さっきサーフェス回転をした時にスケッチ13を使ってるんですねこれが見えるかと思いますここ右クリックして目玉マークこいつをクリックして表示してあげましょうスケッチ13が出てきましたそしたらこの回転軸のところでこのスケッチ13 選択してもらえればい,いと思いますえコピー1で、えー、あすいません、えー、回転はいここアクティブに今なりますよねアクティブになったらこのスケッチ13の軸こいつを指定してあげてくださいで角度を 記入するモードに移りますのでここを90度選択してあげるとここ90度回転したコピーのプレビューが出てきますこれ出てきたなというのを確認したらですね OK 押してもらえるとこれ90度回転したものができましたじゃあトリムサーフェスカットでですねこの重なった部分切り欠き作ってあげましょうはいトリムサーフェスは サーフェスタブの、えー、トリムサーフェスここですねトリムサーフェスこいつをクリックしますはいで、えー、今回はですね標準です標準トリムタイプ標準を使いますはいで選択アイテムでですね、えー、これちょっと一回消しておきましょうか はい、選択アイテムでですね、えー、この鳥り、えっ、ー、と、こっちですね、こっち、この棒、はい、選んであげてください。で、選択保持を指定します。こいつは保持するんですね。で、はい、こっち側に、えっ、ー、と、下側の保持する部分。 この上の部分。選択してあげてください。そうすると。わかるでしょうか。こんな感じになります。はい、で、これオッケー押してもらえると。今。ここ。 下が切り欠きできましたえーとですねこれえーとサーフェスサーフェスボディの中のサーフェス押しだしこれを、えー、コピーの方ですねこれ今ちょっと一回非表示にしてあげます非表示にするとここに切り欠きができているのがわかるかと思いますもう一回表示に戻しましょう あまあ、いいか非表示のままでいいか、はいえー。これで切り欠き作れます。同じ手順で前の方も切り欠き作っていきます。はい、えっ、ー、と、トリムサーフェス。で、はい、えー、トリムツールで、こちら、えー、トリムサーフェス。こちらの部分はこの棒の方を選択すると。で、選択保持で保持する方を。 このノズルの方、選んでもらえると、オッケーはい、ここ、えー、穴が穴が開く、切り欠きができます。じゃあこいつ、このサーフェス押し出し、こいつも今一回非表示にしてあげましょう。こんな形になりました。はい、これで結構できてきてるんですけども、これ今、この、えー、切り欠き作る時に使った押し出しサーフェスはですね、これ非表示になってるだけなんですね。 こいつ実際にはいらない部分なのでこれ消してあげましょう、えー、ボディの削除という操作やりたいと思いますはいボディの削除はですねメッシュされた分割モデルの中にボディの削除というのが入っていますはいこれで、えー、削除していきます今1個は選択されてますね、えー、2個目ちょっとこれ見えなくなってしまったので、えー このサーフェスボディ、こちらから開いていきましょうか。フィーチャーマネージャーツリーのサーフェスボディ、これを開いてあげると、はい、えー、押し出し、えー、サーフェス押し出し1、こいつはもう選択されてますね。まあ、いっか、えー。サーフェス押し出し1と、あと、ボディードをコピーに、この2つ、これを選択してあげてください。選択されると、こういうふうに、選択されたよってプレビューが出ます。これ、選択されたら、OK すると、 はい、このボディ、非表示じゃなくてなくなりました。このフィーチャーマネージャーの、えー、と履歴のほうにもボディ削除っていうのが入ってるかと思います。これでこのボディなくすことできました、はい。もうここまでできたらほぼほぼ完成なんですけど、もう少しだけやります。前の部分、ここは実は埋めてほしいんですね。ここ埋めましょう。トリムの解除というものを使います。 はい、トリムの解除はですね、えー、サーフェスのさっき使ったサーフェストリムの下にあるサーフェストリムの解除こいつを使います、はい、トリムの解除を選択したらですねこのアクティブになっているところで面エッジを選択するのでこの正面のこのトリムの切り欠きこれのどっかクリックエッジを一か箇所クリックしてあげてくださいそうするとここぐるっとエッジが選択されて サーフェストリームの解除のプレビューが出ます。で、出てきて、あこれ穴塞がるなっていうのを確認したら、OK を押すと、はい、これで穴塞がりました。はい。これ、ほぼ、えー、完成です。最後に、厚みをつけましょう。これ今、サーフェスは厚みゼロのモデルだよという話したと思います。これだから まあこのようには存在しないんですね。えー、コンピューターゲームとか使う作るときにはいいんですけども、例えばこれを 3D プリンターで、えー、出力しようとしたら、これ、作れません。ということでですね、厚みを持たせてあげる、えー、立体としての厚みを持たせてあげたいんですね。そのために、えー、厚み付けというものをやります。厚みはですね、えー こっちでしたメッシュ分割されたモデル、ここのタブの中に入っています。メッシュ分割されたモデルの厚み付け、ここをクリックしてあげてください。これ、わかんねえよって人は、いいんですよ。ここをクリックして、いいんですよ。こういうふうに出てきてくれます。あ u サーフェスの方にも入ってましたね。サーフェスの方にも入ってました。こっちにも入ってる、2箇所入ってたようです、はい。厚み付け、これをクリックしてあげてください。 これをクリックしてですね、えー、これちょっとなんかデフォルトでサーフェストリームの解除が選択されてしまってたから、これちょっと一回、えー、消します。デリートキーではい消します。で、これで厚みをつけるものを選択します。はい。えー、これ、この今作ったサーフェスのどっか1箇所をクリックしてあげてください。そうすると、はい、全体にボゴッと厚みついてる姿がプレビューで出てくるかと思います。 えー、こんな厚くなくていいです。0.5ミリでいいでしょう。0.5ミリにしてください。これで厚みつきますで。厚みの方向だけ確認しておきましょう。今回、第一方向に厚みをつけます。で、はい、0.5ミリ指定したら、OK としてもらえると、これ、下から見ると、はい、厚みがついているの分かるでしょうか薄く厚みがついてます。ここまでできたら、終了です。 皆さんはですね、あのまずこの、えー、等角不等角この正面から見て形が分かる画像を一つ保存すると、あ、なんかこれ、あのこのスケッチ邪魔だなと思,思う人はですね、非表示にしてくれてもいいです、えー、あってもいいです。ではい、この画像を一つ保存すると、あともう一つですね、この底の画像、厚みついてるなと分かる。 この画像を一つ保存してください。そちら提出してもらえればと思います。ということで、はい、このソリッドワークステクニッ,ク,ニック集第10回サーフェス終わりになります。皆さん、それではですね、この説明パートこれで終わりますので、作業を続けてもらえればと思います。